ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈み、この世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 BV。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。今正直ゾッとしてると言いますか、なんていうか非常にこうすごいことが起こったと言いますか、いや起こったというよりもすでに起こっていたというべきですかね。まあ謎めいたことばかり言ってても仕方がないんですけれども、6月に渋谷で BMSG 新章突入っていう文字が書かれた看板が大量に貼られてね、私たちはそれをずっと見て考察班とかも非常にね湧いていたわけですけども、その時の話になります。BMSG 渋谷ジャックの時にすでにマーゼル、ランくんの所属するグループのヒントが隠されていたっていう考察を見ました。正直に言います、私が発見したのではなくて、いろいろと見ていたら発見してる方がいらっしゃって、いやでまさかなって思って、でも私も気になったので、その時のね動画があったんで、自分がその撮った動画であるので、それを見ながらちょっと見ていきたいなって思うんですけれども、ベスティは社長のメッセージ、スカイハイ社長の暗号メッセージを解き明かせていなかったんですよね。あの時って9月17っていう形で BMSG フェスの話でね、それで BMSG 新章突入っていうことだったわけじゃないですか。で、あの時にランくんに社長が話を振ったのも何かの意味があったのかもしれないなって今となれば思うと言いますか、まあ、とりあえず見てみましょうかね。以前私が6月にね撮った画像のやつです、あの動画でね、こちらを見てその時のメッセージをね見て、ちょっと懐かしいですけども、じゃあちょっといきましょう。こちらですね、画像でいろいろと見てですね、で BMSG が6個のところであって、でそれを結局黄色の文字、その日は僕らで作る新しい夢のステージっていうのでつなげ、その日はっていう形で917っていう数字になり、9月17っていうところだったわけですよね。ちなみに G2 のところが別で黒い枠でなってるのは、これ私がこの動画撮った時 G2 が見つかってなくて、ここも赤色でハテナになったんですけど、結局ここは新章突入っていうことで見つかったので、だからこうなっております。この時にですね、なんで M2 から M6 ないのかなって思ってたんですけど、これが要するにマーゼルって6文字じゃないですか、 MAZZEL で、これ B から G までのところはだいたい埋まっているけど、 M だけなぜか1個しかなかった。これが不可解だと思いましたけど、その時はあまり何も考えませんでしたね。他のいろんな要素がありすぎて考えてる余裕がなかったっていうのが正しいかもしれない。これ僕らっていうのだけ見せて、マーゼルの6文字がこの M に該当する、そのための6だったんじゃないかなっていう。そう、確かにおかしかったんですよ。6っていう数字は特にその BE:FIRST は7人だし、特に6っていう数字自体が THEFIRST とかも含めてそんなに別に何か意味があるようなものではなかったし、うん、結果でもマーゼルが8人グループですが、この僕らっていうのがあって5人グループをこの後で作るというか、そういう考察はねあったんすよね。でそこの部分がなんかそのランくんとかレイちゃんとかが入るグループなのではないかというふうに思っていたりして、ところがこれはそのグループの人数ではなくて、マーゼル M で始まるグループの文字の数だったということなのでありますという考察をしている方がいました。確かに実はいろいろ隠されていますっていうねことを確か当時ねスカイハイ社長が言ってた気がするんですよ。でも私たちはおそらく9月17っていうところの部分を見つけることで、それでもう全て社長の暗号は解読したぞって思っちゃったんじゃないかなって気がします。でも多分そうじゃなかったんだなっていう。そうだからね、
今後またこれ同じことやったりとか似たようなことやってくるかもしれないけど、ともかく M2 から M6 は多分そのマーゼルっていうものだったんじゃないかなっていう気がする。はい、でそれでこれを踏まえて画面を変えますね。はい、マーゼルっていう形でこういうことだったのかなっていう、その僕らっていうところがマーゼルを表すっていうのも非常にいいなって思いましたね。そこも含めて意味があったのかもしれないなって思った。だからその M1 に僕らっていうのがあって、もしかしたらそのマーゼルの決まったメンバーも要するに私たちが見えない場所で裏方とかで活動をしていた、まあ活動とは言わないかな、裏方とかでお手伝いをしていた可能性ってゼロじゃないですもんね。あ、何のかどうかと言いますと、9月17とあと9月18日の BMSG フェス、まあ、大変なフェスですよ。で、アーティストは大輝くんまででしたけれども、マーゼルで時にはもうメンバーとか決まっていた可能性が高いとすれば、決まったメンバーが要するにBMSG フェスで裏方として例えばいろんなお水運んだりとかいろんな調整とかそういうことを、まあトレーニーのそういうトレーニングの一環みたいな感じでやっていた可能性ってあるような気がちょっとしたっていうことです。だからもしかしたら9月17日とか18日にマーゼルの決まったメンバーが裏の方でスタッフさんみたいな感じでやっていた可能性もゼロじゃないのかなって勝手に思ってる。勝手にね、そう考えたりします。これは私が以前勝手に言ったことなんですけど、BMSG フェスでは大輝くん以降のトレーニーとかももしいたらその子たちのお披露目もあるんじゃないのかなって言った記憶があって、まあ、それはなかったんですけど、ただお披露目はなかったけど表では見なかったけど裏にいないなんてのは言い切れないですからね。いたかもしれないなんて思ったりする。だからスカイハイ社長も、まあ、大輝くんまでの名前を出して BMSG の全てのアーティストっていう言い方をしてたんですよね。でも当時大輝くんまでトレーニーが大輝くんまでだったのに、全員そこで名前出てるのに改めてもう一度全ての BMSG アーティストトレーニーって書いてあるっていうのは、無駄を好まないであろうスカイハイ社長がなんか2回説明してるかなとかちょっと思ったりしたんですけど、要するに裏も表もつながっているので、裏方も結局パフォーマーとつながって大事な仕事なのは間違いがないので、もしかしたらマーゼルのメンバーは裏にいたかもしれないとかちょっとね、そういうことも考えちゃいました。っていうかいてほしいなって思った。誰も本当に見ないようにというか、まあその時は見ても分かんないですよね。若いスタッフさんいるなぐらいで思った可能性はあるけど分かんないですね。あとこれはそのちょっと私が記憶があやふやなんで申し訳ないんですが、BMSG の渋谷ジャックの時、あの時にいろいろみんな回った方いらっしゃるじゃないですか。その時謎の映像が流れていたっていう噂を聞いたんですけど、謎の映像、何の映像か分かんなかったっていう。で結果その映像はそのなんかお店とかのプロモーションの映像だったのかなぐらいな感じで終わった気がするんですけど、なんか本当によく分かんない映像だったって聞いたんで、もしかしたらモザイクをかけたりしてぼやかした感じでミッションミッションとかで流す感じの映像をちょっとだけ流していたとか、そんな可能性ないですかね。分かんないですけど、私結局なんやかんやで仕事忙しくて渋谷ジャックの時に直接行けなかったんですよ。だから皆さんの情報をもとに考察をするっていうことしかできなくて、まあそんな感じでしたね。はい、その映像ももしかしたら実はぼやかした感じのミッションミッションの映像を流れていたらむちゃくちゃ激アツですよね。まあそう思いました。はい、じゃあちょっともう一つあるんでいきますけど、画面ではさっきから出てると思いますが、 B6 のハテナ、これは何なのっていう話ですね。これも意味があるんじゃないかなって思うんですよね。でマーゼルに関していつ頃そのミッションミッションが終わっていたのかっていうのはちょっと分かんないですけど、少なくとも6月の渋谷ジャックの段階ではマーゼルっていうグループ名は決めていたのかなっていう、まあこの M1 から M6 のこれがマーゼルの文字数を表していたらっていう仮定になりますけど、まあだからそれはあるんですけど、
じゃあ B6 は別個で何か考えているのかもしれないって思うんすよね。うん。で、マーゼルのメンバーがいつ頃決まったのかは分かんないですけど、6月の段階で実は決まっていたっていう、早すぎるだろって思うかもしれないですけど、ただ9月の BMSG フェスの段階では、まあ、マーゼルのメンバーは決まっていたっていうことだと思うので、6月ぐらいではもうなんかその、ね、メンバーの目星がついていた可能性もあって、でレイちゃんももしかしたら、こうレイちゃんの話です、レイちゃんがマーゼルにはならなかったっていうことで6月のこの段階では決まっていた可能性があるとか、なんだったら新章突入の渋谷ジャックをやった時ぐらいの前日か前々日ぐらいとかにミッションが終了していたとか、そんなことすら考えます。まあそれもね、1月になってミッションの季節感とか見れば全部わかりますからね。まあ実際のところそんな時間が本当にあったかって思うしね。夏フェス真っ盛りだしさ、リバラロックがねあって5月にね、そっからいや時間ないだろうなって思うけどね。でもまあ妄想なんでね、妄想なんで全部言っちゃいます。はい、B6 なんかレイちゃん絡みじゃないかなって思ってるんですね。うん、マーゼルがラン君絡みで、じゃあ B6 レイちゃん絡みかなってちょっと思ったりしてる。うん、だいぶ無理がある妄想かもしんないけどそう思ってます。当時結局そのラン君レイちゃんの動きが全然ないという形で、でもそのつまりナイトメアとかね、そのエディ君、ルイ君、タイキ君は動いていて、でなんでこのルイ君、タイキ君は動くのにラン君、レイちゃん動かないのっていう形の話を、ラン君推しの方、レイちゃん推しの方が SNS でつぶやいていたのがあったんですよ。うん、で結局9月17日にそのまあ結局のところスカイハイ社長がタイミング的にちょっと不思議なタイミングでラン君に話しかけて、そこにレイちゃんもいたんすよね。で誰かが考察していたんですけど、あの時ラン君は多分マーゼルの話をさすがにするわけにはいかないけど、でもちょっと困ってたかもしれないと。でももしかしたらスカイハイ社長はあそこでラン君がマーゼルの話をもししたとしても、それはそれで OK だっていう風に考えて、臨機応変に考えた可能性っていうのも捨てきれない。うん、そうなってくると、でもあの時点で要するにマーゼルにラン君はいるけどレイちゃんはそこにいないっていうか、そのグループにはいないっていうのはその当日には分かってるわけじゃないですか。じゃあこの9月17っていうところで動き的に不可思議だったのはやっぱラン君とレイちゃんで、ラン君はマーゼルってことは、9月17、まあ9月17、18ですかね、はい、B6 のこのハテナはやはり一つだけ残ってておかしい。で多分いろいろとその数字とかいろいろなそういうものを気にしたりとか、弦を担いだりとか、そういうの対案期日とかもそういうのもしっかりとやってる感じがある。文化の日をデビュー日に、 BE:FIRST をデビュー日にするような社長なので、ここの数字の部分を揃えないっていうのは多分ないような気がする。だから多分この B6 に関してもレイちゃん絡みで何かのことを隠している可能性がある。だから何かここもありますよね、その日はっていうことだからっていうふうに考えました。まあそういう感じでネットで拾った考察があったんですけど、まあ、そこに私自身の考察も付け加えさせていただいて、今説明ではないですね、まあまだ妄想の範囲内ですし、これが正しいかどうかも分かりませんので、ただゾッとしましたね。正直ほら9月17っていうところの点と点を結び線にしたところで、ベスティのね、私も含め皆さん、スカイハイ社長の仕掛け解き明かしたぞって思ったじゃないですか。多分解き明かしてないっすね、解き明かしてなかったし、まだ解き明かしてないんじゃないかなって思うっていう感じで、非常に面白い話だと思ったのでちょっと共有をさせていただきました。共有とともにグランパンパスの考察も付け加えさせていただきました。まあ考察なので合ってるかどうか分かりません。ただ面白いなって思いました。はい、マーゼルのデビュー楽しみですね。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパスでした。果てしない空へ
聞いて。